ハイサイ、ハイサイ、ハイサイ。今回ですね、はい、ハイサイの倉庫紹介したんですけど、はい、もう見てください、はい、もうね、これねこういう風に、まずここがサボやな、網とかデッキブラシ、掃除するやつか、網とか、デッキブラシ、で、ここが深瀬釣りの竿、後ろが大物用の打ち込み用の竿とか、こういう風に使ってる竿、これも一応手作りなんですよ、自分たちで作ってる竿立て、で、こういう風に大きい竿も入らないやつはこんな風に置いてます。うん、溢れ返ってるね。で、見て、これはダイビングスーツ、だったり、見てこれ、茨城ボールで、クーラーボックス、バッカンでもって、ここに来るじゃん、これ、磯物、バケツ、リール、ガスコンロとかね、これリールのコーナー、リールとか、もうごっちゃりしてるんですよ。で、あっち、本棚、釣り時間もある。かわいそうすぎるだろ、お前。これがあれでしょ、これかわいそうすぎるだろ、このスレッズ感。ちょっとデリケートな扱わないといけないね。かわいそうすぎるって。ちゃんともう年季が入ってる。釣り岡の3のサインもありますよ、ちゃんと。激レアだろ、レアですよ。小物だったり、エギ用のボックス、デカルワ、あっち糸って書いてあるのかな、糸、糸、糸船ハリス、船ハリス、浮かせるアイオン、重り、重り、え、もういっぱい、いっぱいですよ、めっちゃいっぱいある、収まりきれないもん、ね。今日何がしたいかと言いますと、もう収まらないと、うん、なのでここに全く同じようなものをこれね、作ろうと思います。この横にね、お、今棚作ってますね。みんな頑張ってるんで、3-3なんかも、はいはい、私もじゃあ、これでちょっとやるか、ちょっとグラフで、ね、盛り上げていくか、動画を楽しくしましょう。やっぱやらなんといけんよな。バンバンから行こうかな。飛ばした人、あっちに戻るって。正直、誰が悪いに構えよう、僕は知ったことじゃない。決断や。やりましょう。はい、やりましょう。あ、なんすか、このちっちゃいサイズを12個作るんですか。そう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 、あのサイズで、あ、このサイズをね、これをね、ダッス、切ったキャッス、これを12個切っていくんですね。ダッス、はい、プロとアマの。なんすか、なんすか。バンバンのこれ、お、性格のようにめっちゃ曲がってますね。やばいな。あ、でもカメラだとバレにくい、ここバレにくいって、肉眼だと分かりやすいけど、ギリギリだ、奥さん、うん、ギリポン、ギリポンだから、はい。似合うな、それ、お前。チャンヒやるすぎ、やりたい、手本するよ、バンバン、お願いします。これ耳がめっちゃキーンってしてる。いや、やめた。嘘ね、嘘ですよ、嘘ね。嘘ですよ、嘘で。何目指しようかな。うるさいの嫌なんですよ。いや、これ意外と見た目によらず重い。え？バンバンの声すら届かなくなった。え？絶対聞こえてたし、まあ。お帰ります？ん？お帰りますもん。聞こえるか。いいことしか聞こえない。いいことめっちゃ聞こえる。師匠今すぐ出てるよ。行くぜ。はい、合流ですね。で、先ほど自分たちが切ったのがあっちよ、あちら。これがどの部分につながるの。横、横ですね。まあまあ、圧力が強いから、ここですね、ここ。おー、ここに、板をポンポンポンってやって、で、これ、あ、ね、でかっ、横だけだったら、真ん中の距離が不安だから、こういうふうにね、
上にあると。こうなるんですね。あ、いるだ。大丈夫そうだ。こんな感じ。はい。おばあさん、こちら。ああ。これ取れるか。あ、反対側で。あ、九州。ハハ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 もう強いになって邪魔ならないように、邪魔ならないようによ、邪魔ならないように、はい、邪魔ー少々だ、はい、リーダーだけど何でそう、はい、こっち頑張ってますね。もう間もなく2枠目ができそうって感じですね。そうそう、懐かしい。よく作ってたんですか。はいはいはい。あ、登場した。おお。どうですか、工場長。終わりよ。あ、終わりよ。終わりよ。工場長、はい、こんな暗がって今日も残業じゃないですか。終わりよ、これ来て終わりも。明日にはいい時計またつけてますね。買い替えた。黙れゴリラ。黙れ。日当残業付きで1万5000円の、毎日1万5000円の高い時計買ってる。1日でこれ買う。1日以降時計買う。1万5000円の時計だけ。もう呪われてるでしょ、そこまでいったら。だからハールさん同じ時計いっぱいあるんか。だから今ですね、前回作ったこの骨組みがあるじゃないですか、うんうんうん、これに板を置くためのこういうふうに板をこうやって、まあ、これあれだよね、完成図上から見た状態になるんだよね。そうそう、上から見た状態です、うん、これ板を置く部分の結束部分を作ります。横っちょのね、そうそう、横っちょのなんだろう、支えっていう、そうそう、そういうのを作るんだよね、今から。ここに板が2個入るんですよ、こんな感じで。うん、板が2個入って、こっちにもう一回あの、もう片方のやつをくっつけて、これで完成っていう。OK。このくっつけるために、まずここにあの枝を入れないといけないんですよ。枝。じゃあ枝付けね。枝付けしましょうか。枝付けのやつはカットはしてます。はい、じゃあ枝付けていきましょうか。はい。これも3点の目だよね。はい、じゃあこちらの枠をですね、この枠、この黒い枠があるじゃないですか、この枠を、これに今からかぶせます。かぶせてですよ、これを止めればあとは板を乗せて完成ですね。よっしゃ、無事入れたぞ。できたー、バッチリだね。バッチリ、すげえ、うん、すげえ、たまれ。はい、こちら完成しました。棚っすね、結構しっかりしてますね。長さはあるんですけど、下からですね、こうやって支え使ってるんで、まあ重いの言っても大丈夫な感じしますね。僕寝れるんじゃないですか、ワンちゃん。ちょっと寝てみましょうか。
段ベッドですよ、これ完全に俺のベッドより欲しいっすね。はい、それじゃあ片付けていきます。上もちょっとスペースあるんで、はい、上にもね、板をつけたいかなっていう感じですね。じゃあ、行きましょうか。こっち行くかな、これ。これ、あっち行くかな。ハロー、オッケー。はいよー、俺はどうすればいいんだ。一つを持ってほしいマン。あっちから、こっちを持たして。違う、バカ野郎。こっちに持ってきてほしいマン。すいません。キャタと本当に持ち上がった。あれ今ハルさんの顔見たら、あ、ボケとかじゃなかった、素だから。この顔にある。純粋くらい顔してた。普通になんか一切笑いがなかった。え、こうでしょ？そうです。やば、この角度で見たらなんかみんな足が長く見える。マジで？めっちゃ元々長いもんな。めっちゃ元々長いでしょ、はっきり言うけど。隠してたんだけど言えるとかじゃなくて、長いからあんまり言うな、これ恥ずかしいだろ。あんなんこいつ自慢しないから。ああ、八頭身、八頭身。あ、着いた？OK、 OK、 浮いてるけど、多分これモノオケが、うん、モノオケが出てきて完璧だ。シャー、お疲れ。終わりました。お疲れ様です。さっき散らかしたところも結構片付いたんで、まあここからね、これからこの棚を活用して荷物を入れていきたいと思います。はい、いやー綺麗になってよかったですね。はい、みんな綺麗、ね、綺麗をね持続しましょう。はい、ありがとうございます。